ちょっと続けて打ってます。サンマ面白いんで、まあサンマも、まあ麻雀でやる以上面白いんですが、今打ってみて、ちょっとトップ取れなくて悔しかったんで、もう一曲打ってると。無事に関しては、ストックたくさんあって、まあ損はないので、特にここ最近は、取ってすぐ上げる。前まではストックがあって、10日も、20日も、20日も連続でこう上げれていたのですが、まあしばらくずっと上げてなくて、ちょこちょこ最近やってます。これは、ドラは E ピン、シャーチャー、親は上、チートイツが一番高そうですね。チートイドラドラが一番最高形なんですが、親リーが来た。もちろんわからない。単品系リーチなので、普通に手作りしていれば、どっかの両面待ち。リーチ。ピンフツもドラドラ。リーピンツもドラドラか。ほぼ裏。すごい、四馬らしい。三馬ですが、四馬にはふさわしい単品系です。前回の MJ で単品系あんま出ないなぁと。まあ、実際、ピンズとソーズしかない都合上。まあ、偏りが生じるわけで。ソーズ3枚、ピンズ5枚みたいな。まあ、ピンフに行くぐらいだったら、フットワーク使って、染め木でも行った方が早いのかなと。ただ、思った以上に、あ、ちょっと待って。シャーは薬杯、トンも薬杯。シャーは残り1位。シャー出ればポン。トン出てもポン。E スイピン引けばリーチ。あ、一番ベスト、リーチ。リーチ、トン、ドラドラ、リーチ、シャー、ドラさん。8000からスタート。サンマは言うほど自敗が安全ではないですね。四馬だと、まあ、確率の問題で、自敗待ちのパターンは、少ないので。無筋だったら、ションパイの自敗の方が、通るな、なんですが、意外とサンマは、自敗の論が多いな。面前でですね。お、こんなラッキー手ですね。白泣いて白ドラさんのインスタントマンガン。浦部さんの言葉を借りるならば。白からだけ動きますが、チートイツは見ないですね。白出たらポン。でもチートイーシャンってなったんで、この形でも白ポンしたいな。まあ一応、広く取るか。ちょっとチートイツいいです。チートイツ拒否します。ポン。パーソーで打ち取るか。パーソーでのローンを期待して、ローン。左は、チーソーローソー切ってるんで、で、私急ソーもこんなに持ってるんで、パーソーがチートイツの谷にでもなってない限りは、使えないでしょう。4、3曲。親。ドラは、ヘイ。ヘイドラさんのインスタントマン。お、少数 C 見ますね。サンマなので、役魔をガンガン出さないと。あ、出さないとじゃなくて。出る確率は高いんで。狙えるときは、積極的に狙いたい。これはもう、どっちともポンします。ポン。少数 C の可能性はもうダメ。ちょっといいや。ここになって現実的。少数 C 今から、少数 C、リャンシャン、サンシャン点くらいにはなったのか。
やっと。ちょっと待て。ここに仕上がれば、もちろんこんなテンパイ取らないんで、次にシャアを持ってくるようだと、やっちまった感がある。で、いや、引いてこないで。現実的にはこんな打ち方でいいと思うんですが、動画的に、もったいない。この後シャアを積もってきて、結果を振り返ると少数死になってたんであれば。左が運ったんで、終了。本場で終わったんで、もう一曲打とうかなと。サモは、4マトンプーより曲数が多いんで、時間は、なんだこれ。あ、一回ゼロにリセットされないんだ。4マトンプーより時間長いんですけど、意外と打点高いんで、途中で箱で終了が結構あるなと思いました。どうもありがとうございました。